こっちがもうすごすぎて、フォークボール僕久しぶりにやったんですけど、やっぱりその落差じゃないですね、もう途中からのブレーキですね。そうそうそう、まあ変化球はね、あのスライダーもそうですし、あのカーブもそうですけど、やっぱりバッターの近くで曲げることをやっぱプロは意識してやってるので、そんなコントロールできるんですか、バッターの近くで曲げるって。まあでもやっぱりね、あの腕のスイングスピードですよね。どうしてもアマチュアの方ってカーブとか変化球投げるときってどうしても腕が緩くなったりするので、確かに、それをまっすぐより速く振るという意識を持って、投げると近くになるんですか。フォークボールって本来、公式の時って、まあ、これぐらいの、で今日投げてて途中でちょっと感じたのは、これをこの指先をもうちょっとこう中に入れてあげると、これが軟式のフォークなんですね。で公式はちょっと、ね、公式の場合はここのこの縫い目がありますよね、はい、この縫い目に沿ってこう挟むんです、はい、この場合軟式の場合はちょっとやっぱりあのボールが柔らかい、潰れるので、はい、少し奥にこう入れてあげると楽さも出る。で結局これを落とそうとかっていう意識を持つと、あの引っ掛けたりまっすぐ真ん中にまっすぐ投げるというイメージで、リリースの時も自分まっすぐまっすぐ、それをピランって引っ掛けたりだとか抜こうとか、そういうイメージはあるんですか。カウント取る時のフォークと軌道が違った気したんですか。カウント取るフォークは、はい、ちょっと教えたらすくなかった。いや大丈夫あのね、まあさっきのフォークはこう勝負球ですよね、はい、勝負球、これをもう少し浅めにしてあげる。縫い目を変えるんですね。縫い目を、はい、それでこういうこの縫い目にこう引っ掛けて投げるとコントロールしやすくなります。はい、あ右バッターにはこっち側ですよね。あ、そこも変えてるんですね。ちょっと近くで見てほしいんですけど、ここの縫い目のかかり方を右と左でちょっと多少、右バッターにはこうスライダー回転のフォークボールを今日は投げた。で左バッターには逆にこういう右、はい、そうするとこっち側に変化する進化みたいな、はい、その大体この曲がり幅っていうのも大体イメージ通りなんですか。イメージ通りです。フォークボールのじゃあ使い方はそのカウントと、まあ、その三振取るので、そうですね、三振取るのとちょっと今日は投げ分けました。はい、3全部フォークでもいけるわけですよね。いけます。やり方的にはいけます。2つフォークとフォークを最後決めた、はい、そうですね。これはきついっすね、はい、いや奥深いですね、はい、今日本当カロカさんの本当 100% 多分出てないと思うんで、はい、そこを引き出すまでいけなかったので、いや本当難しかったです。ということで、めでたくクーニーズ入団ということで、カロカさんが戦力となりましたので、え、何なんでマジかよいやいや、まあそれはまたあのマネージャーがいるからさ、カメラ界に言わないマネージャー来てますね。この動画は以上となります。応援、はい、コメント、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。